マインドレンダーというスマホアプリがあってですね。ラボを選んで、ゲームを作ろうを選ぶとサンプルがたくさんあります。例えばこのボールパズル、選ぶとブロックでプログラムが組まれています。中の世界を見てみるといい感じに環境も作られています。再生ボタンを押して実行するとプログラムが動き、ゲームが遊べます。このパズルゲームは、ボールをタップした時に繋がったボールが一気に消え、ポイントがもらえるといったような感じ。効果音や BGM も含め、アプリ内でかなり自由度が高く色々なものが作れます。最高。